ファジュル・シャヒード・セパーシー・シーラーズ FC 通称ファジュル、セパーシーはイラン・シーラーズを本拠地とするサッカークラブである。現在は国内最上位サッカーリーグのイランプロリーグに参加している。ファジュルはペルシア語で夜明けを意味する。イランプロリーグの中では財政規模が小さなクラブであり、バスイージがスポンサーを務めている。バスイージは イラン軍の民兵部隊でありクラブはイラン軍と密接な関わりがあるためイラン軍の兵役を終えていない多くの若手選手がファジュルセパーシーでプレーすることを選ぶクラブはほとんどが若手選手で構成されている地元シーラーズではあまり人気がなく街のもう一つのクラブであるバルグシーラーズ FC が人気を集めている1988年 ジャファー・ジョフリーなどのシーラーズ出身の若者がベイザドというサッカークラブを設立した。彼らはシーラーズのシニブリーグからプレーを開始した。イラン・イラク戦争で殺害されたマジード・セパーシーの名前を取り、チームはファジュル・シャヒード・セパーシーへとチーム名を変更した。1991年、クラブはイスラム革命防衛隊に買収された。 1995年、クラブはファールス州ーリーグで優勝し、1996年には当時国内最上位、サッカーリーグであったアーザーデガーンリーグへと昇格した。それ以降一部に参加し続けており、2001年にはハズフィーカップでも優勝した。2006年12月、イスラム革命防衛隊と共にバスイージが新たなスポンサーにつき、 チーム名がマグヘブマットへと変更された。ファジュルセパーシーは、現在公式には、マグヘブマットシャヒットセパシシラーズという名称であるが、この名前は、一般的には用いられていない。2009年までは、ゴラームホセーエンペイロバーニーがチームを率いていたが、彼は、イランの U-23 代表チームの監督に、任命されたためチームを離れ、代わりに、ダーブード・マハバディが就任した。 しかし結果が出ず、すぐに、モハンマド・アフマドザーデへと監督が変わった。このシーズンは結局降格の浮き目にあったが、一気で一部リーグに復帰している。ありがとうございます。